はい、どうも、宮田さん、こんにちは。ですね、週末になりました。ガチャを引いていきたいと思います。週末特典で、週末特典で、120回引いてこれ、もらえるんですね。だいたい900円分か。間違うか、間違ってるか。で、やっていこうと思います。あとは、だっけ。この140回でこれだ、ね、80なんで、だいたい110個もらえます。だいたい1100円分ですか、ね。で、お目当てのものは、緑馬です。まあ、普通の人は、まあ、氷室を狙うでしょうね。はい。でもやっぱ、喫水の SG の緑馬の方を取りたいなってことで、緑馬狙っていこうと思います。ってやっていこうと思います。本当は110回取れるのか。本当は110回取れます。140回回そうと思います。はい。あ、キセ2枚出たわ。ってことはこれキセも100%までいけますね。やろうと思います。はい。はいはいはい。うわ、キセ5枚出たわ。うわ。ここでか。ガチャの内容に規制以外の強化券も欲しいよね。うわ、かなり出るね、これ。かなり出るわ。あ、もう引き終わった。やば。じゃあ、帰れ。これが、トップで買えるのかな？ダイヤで。買えませんね。はい。あ、そっか、これ取っとけばよかった。しまった、まあ、ちょっとめんどくさいことになった。これでまた一回ちょっと待たないといけない。え？ちょっと待って、あ、なるほどね。200回行ったってことね。びっくりした。はぁ、それ以外で当たりてぇなぁ、もう。てか、これ出る確率が 0.02 だ。何パーセントだ。何パーセントですか？何回に1回です。であとは、80回なので、あと60回。足りますよね。足りると思うけど。うん、足りる。あと40回。あ、しまった。一回、まあ、いっか。あ、また来せてたわ。はい。ということで、撮りたいと思います。まあ、なんか、氷室の方が強っぽいですけどね。まあ、後から出る選手の方が強いっていうあれありますから。間違えてこっち撮る人がいるんじゃないの？こっち撮ろうとして。あれ？あ、そっか、うん。取りますと。はい、緑ま取りました。はい。かなりアイテム溜まったんじゃない？俺が29個。うわ！いいね。はい、ということ。お、800までいったわ、これ。てことはもう一人、あの、紫バラとか、キセとかも、評価できる。まあ、その前に、あ、緑馬、あれするんですけど、はい。ということで、はい、終わりたいと思います。あ、どうしよう。評価の場面も見せるこれ。あー、ちょっと、蜂蜜レモン足りんな。ついさっきね、ちょっと、笠松買ったんです。ついさっき笠松買ったから、これ最後までいけないわ。1000個いるんですよね、蜂蜜レモン。あ、失敗したわ。
うわ、44まであった。くっそ失敗した、これ。絆が鏡。きつい。いいですね。はい。よ。才能。あれ？あ、そうか。15枚買ったんだ。ちょっと待って。あ。そうなんです。はい。で、まずは。そうそうそう。上げるの決めてるんですよね。まず、これは絶対いるだろう。これと、これ。この二つ絶対いるだろう。これちょっと後回しでいい。これ後回しでいいとして、これ後回しだとして、これも後回しだ。これも後回し。ってことは、これとこれで10枚か。10枚でしょ。で、あ、ちょっと、こっち行っちゃおうね。で、あ、ランニング中にできるやつね。これも、これ、っていうか、ま、俺が？あ、高軌道のスリーポイントシュートを打つことができる。相手にブロックされにくい。あー、これね。あー、なるほど。じゃあ、こっちかな。まあ、これ絶対いると思うけど、ね、もう一個が、違う。ドライブ速度とスピーディーなシュートによって相手の一定の確率アンクルブレイク。これ絶対いるだろうな。これ欲しいな。これ取るためには、あと、こっちで5枚だから、あ ?5 枚だから、あと10枚いるんか。なるほど。あ違う!17 枚いるわ。こっちも上げなきゃいけないから。うわ。ちょっと待って、え？違う？あ、違うわ。ちょっと待って。あと2枚でここ行けるから。あと2枚でここ行けて。ちょっと、ブロック系は後回しということで。こっちが、あ、これもいるんじゃない？これ。すべてのシュートスキルにおいて、距離による面積。すべてのスキルにおいて、距離による面積。これ強っ。これ一応、これいるだろうだって。あ、これいるとして、これは？あー。やっぱ、これでも妨害にならんのこれ。わからんな。一回分のスキル使用率が残ってる場合か。なるほど。あ、あ。で、あとは、これを。これだっけ？え？あ、違う！え、どういうことや？なんか間違えた？あ、やべ、これもいるわ。これいるってことは4枚と、4枚と4枚で8枚か。とりあえず、あ。とりあえず、ちょっと余裕、ダイヤに余裕残しておきたいんで、8枚買うか。買えるよね。あ、買え、あ、そういうことか。月曜日まで待たなきゃいけないのか。買えんわ。こっちで買うこともできるけど、まあ、一応ダイヤで。はい。ということで、あ、一応もう、規制も上げとくか。規制も溜まったし。ブロック精通だって。こっち、あ、これか。うわ。うわ、規制余分だったな。
ということで、緑馬ゲット配信でした。はい。ということで、とりあえず終わりたいと思います。